旅行バーとは、北アメリカ大陸東岸に生息していた、ハトメハト科の渡り鳥。生息地のアメリカにちなんで、アメリカ旅行バーととも俗称される。鳥類史上最も多くの数がいたと言われたが、乱獲によって20世紀初頭に絶滅した。かつての旅行バーの生息域。赤色は繁殖地、オレンジ色は越冬地。オスの頭部と上面は青灰色、下面はバラ色、くちばしは黒、足は赤色。羽と尾は尖っていて長かった。メスはオスより色彩が地味で、背中が泡褐色、腹は灰色であった。くちばしから尾までの全長は40センチメートルほどであった。その名の通り渡りを行うハトで、夏の営巣地はニューヨークから五大湖周辺にかけて、越冬地はメキシコ湾岸が主だった。移動速度は時速約60マイルにも及んだという。巨大な群れを作るのが特徴で、ウィスコンシン州の営巣地で850平方マイルに1億3600万羽が確認された例もある。1810年にケンタッキー州の営巣地の群れについて22億3000万羽以上と推計がされた記録もある。止まり木にした木の枝が重みで折れることもあったといい、止まり木の下には雪のように糞が積もっていたという。鳥類の博物画家として有名なジョン・ジェームズ・オーデューボンは1838年の日記に頭上を通過中の旅行バーの群れがまるで空を覆い尽くすかのように3日間途切れることなく飛び続けたと記録している。18世紀には北アメリカ全土で約50億羽が生息したと推定される。旅行バーの肉は非常に美味であったと言われ、都会でも良い値段で売れたため、銃や棒を使用して多くの人々が捕獲を行った。北アメリカの先住民たちも旅行バーの肉を食用にしていたが、先住民たちは鳩の繁殖期には鳩狩りを控えるなど、自然に対する配慮を守っており、必要以上に旅行バーを殺すことはなかった。これに対し、17世紀以降にヨーロッパから北アメリカに入植して急速に勢力を拡大していた白人たちは、そのような配慮を一切持たなかった。これは同じく白人たちの手で絶滅寸前に追いやられたアメリカバイソンやプロングホーンなど他の北アメリカ在来の野生動物たちについても同じことが言える。とりわけ19世紀に入ると、北アメリカにおける白人の人口は急増し、電報などの通信手段が発達すると、効率的に狩猟が可能となり、食肉や飼料、また羽布団の材料になる羽毛の採取を目的とした無制限な乱獲が行われるようになった結果、わずか数十年ほどで旅行バーの数は激減していった。保護すべきとの声もあったが、それでもまだ莫大な数がおり検討されなかった。その間にも旅行バーの数は減り続け、密猟が絶えなかった。ヒナまで乱獲される事態まで起こった。1878年、ミシガン州のパトスキーの森林地域で10億近くの旅行バーが発見された。その時点でこの数が群れとして存在しているのは奇跡に近かった。しかしながら人々は虐殺を行ったとされている。この事柄はパトスキーの虐殺とも呼ばれる事態となった。1890年代に入るとその姿はほとんど見られなくなり、ようやく保護も試みられたが、すでに手遅れであった。旅行バーとは、そのかつての個体数とは裏腹に繁殖力の弱い鳥類であり、小さな集団では繁殖できず、繁殖期は年に一度で、しかも一回の産卵数は一個だけであった。そのため、現在ほど繁殖の技術が発達していない当時では、一旦大きく減った個体数を回復することは困難であった。また、19世紀以降、旅行バーの本来の生息地であった森林の開発で減少に拍車をかけることとなった。1906年にハンターに撃ち落とされたものを最後に野生の古種は姿を消す。1908年に7羽、1910年8月にはオハイオ州のシンシナティ動物園で飼育されていたメスのマーサのみとなる。マーサは動物園で生まれ、檻の中で一生を過ごした。1914年9月1日午後1時、マーサは老衰のため死亡し、旅行バートは絶滅した。マーサの標本は現在スミソニアン博物館に収蔵されている。これらの標本から DNA を抽出して、旅行バートを復活させようという動きがある。ありがとうございます。